はい皆さんこんにちはチームハロンズクローカーです奴隷のテクニカル分析を3分で解説します本日ロンドン市場の見通しとなりますまずは結論からはい2時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中一目銀行票トレンドが出ておりませんストーキャスティックス売りシグナルが点灯ということでまあ、方向感もバイアスもバラバラということですそういうことで2時間足ベースまあ、トレンドレスの状態ということですそれではテクニカル分析とサポートレディスタンスをご紹介します はい二時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21本移動平均線上昇しておりますローソク足と言いますと21本移動平均線の真上に位置しております二時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中ですはい二時間足ストキャスティックス変わりすぎの判断基準になります80%ラインよりも上で売りシグナルが点灯しております 2時、はい、間足、一目均衡表です、ローソク足と雲の位置関係からトレンドレスの状態、ただ、短期表の赤いラインの転換線ですね、上昇傾向を示しておりますので、まあ、やや買いバイヤスがあるのかなという感じもしております。ロソク足とといますと 真上にレジスタンスラインとして、雲の上限、あとはほぼ同レベルに転換線が位置しておりますので、これを、この二つの抵抗点を抜けない限りは、買いに勢いがつかないのかな、という感じがしております。はい、それでは、本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、四時間足一問金衡表転換線レベル百三十三円の四一レベル、百三十三円の四一レベルと。と いうところです。このぐらいですね、はい。続きましてレジスタンスラインです。134円の2丸レベル、134円の2丸レベルと考えております。 はい、本日、ロンドン市場の予想オレンジ133円の41レベルから134円の20レベルということです。と、はいうことで、新規売りシグナル点灯も勢いはなしということで、はい、2時間アシストキャスティックス、売りシグナルが点灯しておりまして、4時間アシストキャスティックス、新たな売りシグナルが点灯しておりますが、まあ、あのチャート形状的に言いますと、方向感が出ておりません、どの足を見てもというところで、はい、そういうことでですね、 まあ本日、えーと、ロンドン市場ですね、はい、ドル円につきましては、方向感のないレンジ内での動きと考えております。本日は以上となります。